200g、 400g、 あ、こっちの方が安い。しかも300円、高いな。あれ、バイトは？あ、そっか。おーい。ごはん、これじゃあちょっと持ってってもらおうかな。はいはい、あ、向こうちょっと片付けてもごめん。どっちだ今、ほんと一瞬分かんなかった、どっちか。声で分かる。いや、声で分かった。だからやっぱ似てるな。何やればいい？今日のも食べます。全部あっちゃうよ、これ。うん、もう分けちゃって。よ、4人分で。ちょうど。うまそう。和って感じだね。和でしょ、今日は。ザ、和って感じ。ザ、和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 って感じ。はい。いい。よし。お箸と。ある。ある。よし。寒い。寒い？俺が外れたからね。俺も外れたからね。オッケーかな、もう。オッケー。これでオッケーだよね。うん、よし、いただこうぜ。どうぞください。いただきます。いただきます。あったかいうちにね。はい、いらっしゃい。ありがとうございます。はい、ちょっと直してくださいって。聞こえてる？ちゃんと。もちろん。適当すぎよ。うまっ！こっち食べな。あ、甘い。うまい？うまい？うますぎ。ちょっと時間経っちゃったかな。そんなことない。うん、これみんな応援してあげようか。めっちゃ美味しい。パックレーフレー。あ、もういいもういいもういい。もう一回もう俺は自分でやるわ。自分のやつは。うん。もういい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 。え、なんか広がらなくなった。ハチ全然広がらなかった。やばないこれ。ネギにやられた。高速さじゃん。やめろ。このぐらいがちょうどいいね。どうぞ。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。だからもしかしたらちょっと料理が上手になってるかもしれない。隣に向かえてる。言ったのお前、言っちゃいけないこと。うるせえ。ちゃんと思ったよ。ダメ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 。違う違う、嬉しいんだよ。上手にできたら。なんか2パートに1回ぐらい出たと思ったけど、カットしないから。せーの、そしてゲッチャリポン。なすな、お前な、よし、ピザって言ったもんな。ちょっと裏切り。はい、お願いします。手を振ってください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、どうも、鹿漬けよ。揃えて。はい、はい、落ちろ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 
皆さんいつもありがとうございます。今日はですね、一つご紹介させてください。最近急に寒くなって風邪とかひかれてませんか？朝早起きの方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、朝が辛いなっていう方や爽やかな朝にしたいなっていう方にすごくおすすめな商品がこちらです。スーパーグリシン4000。私もこう2週間ほどですね、飲ませていただいてるんですけども、朝の目覚めがですね、とってもすっきりした感じがするんですね。一つ開けてみたいと思います。あ、反対だった。こんな風にね、一つ一つ個包装になってます。これ、ね、顆粒タイプなんですね。よいしょ、手に出してみたいと思います。こういうね、顆粒タイプ、にゃんにゃん、はい、なってますね。でこのままね、ちょっといただきたいと思います。うん、お味はですね、ヨーグルト風味になってますね。これね、実際飲むとね、わかるんですけども、まあ、口の中でね、さらっと溶けてですね、まあ、おやつ感覚ですごく食べやすいですね。それとこれ召し上がるタイミングなんですけども、夜寝る前がいいそうです。このまま召し上がっていただいてもいいんですけども、私ね、最近寝る前にこうお茶湯を飲むようにしてますので、お茶湯と一緒に飲んでいただいてもいいかと思います。にゃんにゃん、あれじゃないよ、間違えてるよ似てるよね。にゃんにゃんもね、欲しいみたいですね。ねえ、うん、これでね、明日も朝からバッチリお弁当作りね、頑張っていきたいと思います。それではおやすみなさい。みんなもう寝るね。おやすみ、早く寝るんだよ、みんなも。はーい。はーい。よいしょ。